はい、皆さんこんにちは、しょうまにです。今回もお久しぶりですね。はい。で、ですね、今回も夏休み特別企画第15弾を始めたいと思います。はい。ジャパントミカも含めますね。はい、今回もですね。はい。では早速1題目から紹介していきたいと思います。全部で5題ですね。はい。ではまず1題目はナンバー85番の日産スカイライン GDR 捜査用パトロールカーです。スケールは60分の1、アクションはサスペンションと左右ドア開閉ですね。では開封していきます。これかっこいいですよね。本当に僕結構お気に入りの車の一つなんですけどもね。結構いいですね。はい。で、上はこんな感じで、下はこんな感じですね。はい。ちょっとピンボケしてしまってるんですけどね。ピンボケ、はい。いますけど、はい。で、アクションはサスペンションと左右ドア開閉ですね。はい。こんな感じです。はい。で、走りはこんな感じです。はい。続いて、2台目です。これは結構貴重なんですけども、貴重なメーカーなんですけども、ナンバー 4番ですね。4番の、マツダファミリアです。スケールは59分の1、アクション、サスペンションとサイドは開閉です。ちなみに日本製ですね。はい。ここに書いてあります。はい、ちょっとこれ袋がね、もともとなかったものなんですけどもね。もともと袋が入ってなかったです。買った時か。はい。まあこれ中古で買ったんですけどね。はい。結構これ、もうレトロなトミカですね。で、上はこんな感じで、下はこんな感じですね。おぉ。それ日本製ですね。で、アクションはサスペンションと、サイドは開閉ですね。で、走りはこんな感じです。はい。で、続いて3台目です。3台目は、ナンバー88番のトヨタウィルサイファーですね。通常カラーです。前回は、前回かな。その前の動画では、初回特別カラーのバージョンを、アップしましたので、そちらを見ていただければいいかなと思います。スケールは59分の1、アクション、サスペンションと後部ドア開閉です。では、開封していきます。ウィルサイファーは、時々かもしくはたまに、街中で実際の車を見たことあるんですけどもね。はい。そんな頻繁には走ってないですね。はい。走ったところはあんまり見たことないですね。時々かたまに。どっちかですね。で、上はこんな感じで、下はこんな感じです。で、アクションはサスペンションと、後部ドア開閉です。で、走りはこんな感じです。はい。はい、続いて、4台目です。ナンバー16番のトヨタカローラスパシオです。スケールは58分の1、アクション、サスペンションと後部ドア開閉です。はい、ナンバー16番ですね。こちらも結構貴重なトミカですね。もちろん絶版トミカにトミカです。はい。はい、これ結構僕は幼稚園ぐらいかな、幼稚園かそれよりちょっと経ったあたりぐらいだから、多分小学校低学年ぐらいには結構このスパシオすごく好きで、はい。まあ今も好きなんですけども、まあ。その頃が一番好きで、よく、なんだろう、
寝るときは確かトミカをこう片手 に握りしめながら持って握りしめながらって言ったらおかしいですけど、なんかこうね持ちながら多分寝た記憶がありますね。一緒に寝た記憶があります。はい、まあ、そんな記憶は残ってないんですけどもね。はい、まあ、確かまあ結構ちっちゃい時から車好きなんでね。はい、もちろん今も好きなんですけども、まあ、ちっちゃい頃は本当にトミカとかもたくさん集めて、今もね集めてますけど、はい。でアクションは、サスペンションと後部ドアがいいですね。さっき見せましたけども、はい、こんな感じです。で走りはこんな感じです。はい、じゃあ最後ですね。最後、5台目はナンバー17番の日産マーチパトロールカーです。スケールは58分の1、アクションサスペンションです。では開封していきます。トミカニュースが入ってました。はい、時間の関係で省略させていただきます。上はこんな感じで、下はこんな感じです。で、アクションはサスペンションのみとなっております。せめてここのね、後部ドアが開閉できても多分良かったんじゃないかなと思いますね。はい、サスペンションだけだとちょっとね、寂しい感じがしますね。で、走りはこんな感じです。はい。今回も、夏休み特別企画第15弾を、やりましたけども、皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっと滑舌がちょっとね、一部、ちょっとおかしなところあったかもしれませんけども、これで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、さよなら。